三菱での F-35 A 戦闘機生産が順調に進む中、小松基地の戦闘機すべてを F-35 A に配備するとの計画を発表しました。今回は、小松基地の戦闘機がすべて F-35 A 戦闘機に変更を詳しく深掘りしていきます。F-35 A 戦闘機にも問題があり、エンジンやコンピュータを変更しています。F-15 戦闘機のような戦闘機も必要ですし、新進を量産すれば、XF-9 やその他のパーツ群のテストもできますよね。完璧主義では先に進まない、6割くらいからスタートし、100を目指すのがいいと考えています。三菱生産の F-35A 戦闘機もかなり多くなってきたよね。防衛省が19日明らかにしたところによると、航空自衛隊小松基地に最新鋭ステルス戦闘機 F-35A を将来的に計40機配備する計画ということです。2025年度から27年度に1隊目として導入する20機に加えて、28年度には8機を配備、その後12機を追加して2隊体制にするということです。理由は言うまでもなく、中国による台湾侵攻の懸念や日本の安全保障環境が厳しさを増したので、日本海側唯一の戦闘機部隊基地の機能強化を図るためということです。同日、防衛省近畿中部防衛局局長が小松市長を訪ねて、計画を説明しました。局長は、周辺に広大な訓練空域があり、効率的に要員が養成できるというメリットなどから、小松基地を配備先に選んだと説明しました。F-35A 飛行隊は、空地全体では4隊目になります。小松に配備される40機は、基地にある F-15 と置き換えるので、全体の戦闘機数には増減はありません。今年の4月から8月までの小松基地を含む中部方面隊のスクランブル緊急発進回数は、防衛省によれば、前年同期比15回も増えて24回になったそうです。対象は、中国やウクライナ侵攻を続けるロシアに対するものが大半で、関係者は、小松に最新機を配備して、日本海の空の守りを重視する姿勢を打ち出し、中路を牽制する狙いもあるとのことでした。局長は、市長に、小松基地を拠点とする飛行協同軍が保有している F-15 戦闘機のうち8機を27年度末までに、F-15 能力向上型8機と置き換える計画も説明。市長は、騒音対策などを定めた協定遵守などを強く求めた上で、安全性への影響をしっかり見極めた上で対応したいと語りました。F-35 戦闘機は、レーダーで捉えにくいステルス性に優れた第5世代戦闘機と呼ばれ、高い機動力とミサイル探知能力を備えた機体です。3種類あり、アメリカ空軍仕様の A 型、海兵隊仕様の B 型、海軍仕様の C 型です。飛行隊の数に変更はないのに、F-15J が44機配備されていた小松基地に、40機の配備では4機減りますし、予備機が減らされたことになるので、嬉しいとは言えないようです。つまり、定数ギリギリの運用ということなので、何かがあったら、機体の故障とか、一朝有事の再修理や整備に回される機体が増えるわけですから、穴埋めする機体が存在しないということになるのです。他の基地から回してもらうというわけにもいかないでしょうしね。ここで、F-35A 戦闘機運用に関するネット上の意見を紹介しましょう。A 型。B ならわかるけど、審判機が来たら急に出現して、警告射撃して退去を求めるつもりかな。姿を現した時点で F-35A を導入した優位性はなくなるし、機動性では不利な状況になっちゃうよね。F-35A の売りは、敵に探知される前にミサイルを発射すること。その分、機動性は F-2 によりずっと悪いんだよね。姿を見せてからの機動性は、F-15J、F-2、はたまた退役した F-4JE と比べるぐらいのレベルじゃないか。運用面は A より B の方が F-15J や F-2 にできない部分をカバーできるんじゃないか。ドッグファイトでも F-15 と遜色ない運動性能が F-35 にもあるので、多分大丈夫。ここで
中国の状況を見てみましょう。2010年代初めから 052D 型防空ミサイル駆逐艦の大量建造を進めているのですが、この 052D 型はアメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦、海自のマヤ型ミサイル護衛艦などの日本やアメリカのイージス戦闘システムを搭載する水上戦闘艦よりは小型とはいえ、満載排水量は第二次世界大戦中の日本海軍の離婚型重巡洋艦に匹敵する大きさと推測されています。2017年にアメリカ国防総省が発表した年次報告書によると、駆逐艦ではなくより大型の巡洋艦に分類されていたそうです。この055型ミサイル駆逐艦は艦のサイズが大きい分、兵装の量も多くかつ強力です。セルと呼ばれるミサイルの保管容器と発射塔を兼ねるケースの数が112セルと言いますから、アーレイ・バーク級の90セル、マヤ型の96セルを軽く上回っています。まあ、数が多けりゃ良いってものではないと思いますが。2020年10月時点で、055型6隻の建造が確認されています。一番艦南アキラは、2020年1月12日に就役をスタートしています。中国海軍が、このでかい055型をどう運用していくのかは、今後の推移を見ていく必要がありますが、海外の主要メディアの多くは、空母打撃群の防空体制の中心となるのではないかと見ているとのことです。F-35 のような高いステルス性能を持つ航空機やミサイルは、多くの戦闘機や水上戦闘艦に搭載されている電波の波長帯レーダーでは捕捉が難しいのですが、UHF 並みレーダーは波長が長いので、ターゲットの一部を捕捉できると見られています。UHF 並みは、テレビ放送にも使用されている周波数帯です。このレーダーは解像度が低く、目標を正確に捉えることが難しかったので、第二次世界大戦以降は使用されることも少なくなっていました。しかし、情報処理技術が発達したことで、空自が導入した E-2D 早期警戒機を搭載する APY-9 レーダーなどにも、ステルス破りの切り札として UHF 並みが使用されるようになったのです。と言っても、前での055型ミサイル駆逐艦に UHF 並みレーダーが搭載されているのか、真偽は不明です。中国が公表するはずはありませんしね。中国の英字ニュースメディアは、055型は、複数の周波数帯を使用するレーダーを搭載しているから、ステルス性能の高いターゲットでさえ捕捉できると誇らしげに報じています。しかし、055型は、アーレイ・バーク級などに搭載されている SPY-1 レーダーと同じ S バンドと、UHF 並みのを併用するレーダーを装備しているから、ステルス性能の高いターゲットを捕捉できるのだと中国が主張しているのではないか、つまり、主張だけではないかという推理もされているようです。要するに、本当のところはわからないのです。中国の言う通り、055型ミサイル駆逐艦が、ステルス性能の高いターゲットの捕捉能力を持つと仮定して、有事の際に日本が対峙しなければならなくなった場合、空自戦闘機による対艦攻撃に関しては、戦術を見直す必要があるかもしれないと危惧する意見もあるようです。F-3 護衛戦闘機に、現在 F-2 に搭載している旧三式空対艦誘導弾、推定射程 170km より、射程の長い追艦ミサイルジャズムを組み合わせることで、航空自衛隊は対艦攻撃能力強化を図っています。ジャズムは、高高度の場合、500km 程度を飛翔するとされていますが、艦船に搭載されたレーダーの探知を避けるため、海面すれすれ5メートルから15メートルを飛翔する場合は、射程が短くなってしまうのです。対艦攻撃能力アップのもう一つの手段として、F-15J 能力向上改修型戦闘機に、射程マックス 926km 以上の空対地ミサイルジャマーとジャスマールの設計を土台に開発された射程マックス 800km の対艦ミサイルロラズムの搭載も計画しているそうです。現在のところ、ジャ、スマーとロラズムの射程を超える艦対空ミサイルは世界には存在していないらしいので、両ミサイルを搭載した F-15J が安全な距離から攻撃を行うことができるということになります。つまり、
射程外から攻撃するということです。一つの手段しか持たないと、その手段が無力化されたとき、なすすべを失ってしまいますが、二つ以上の手段があれば、どちらかが無力化されても対応することができます。要するに、頼みの綱は多い方が良いということですね。国と国の関係もそうですけど、前述の通り、特性の異なる二つの手段を得て、対艦攻撃能力、さらに言えば抑止力を高めるという防衛省航空自衛隊の考え方は合理的で、055型ミサイル駆逐艦という新たな脅威が出現した状況では、その整備をさらに加速していくべきだという意見があるようですね。